マ c クペイントとは、アップルコンピューターのマッキントッシュコンピュータ用のペイントソフト。クイックドローやハイパーカードの作者ビル・アトキンソンが最初のバージョンを制作し、初期のマッキントッシュにマライトと共に標準添付された。マ c クペイントはクイックドローを使って動いているので、当時アトキンソンは OS 側の機能とアプリケーションを同時開発していたことになる。 わずか 128KB のメモリ上で OS とペイントソフトを動かすという至難の号を実現した。このソフトの前身はリザーで動作していたリセスケッチでマックペイント自体もベータ版の時点ではマックスケッチと呼ばれていた。マッキントッシュよりも先にアルトやビジョン、またアップル社自身のリザなど GUI のシステムがすでに存在していたが、 当時はまだ一般のプログラマやユーザーには GUI を用いたソフトウェアとはどういうものかよく知られていなかった。そこでソフトウェアの見本という意味も込めてビル・アトキンソンはマ c クペイントを制作した。そしてこのソフトはその後のペイント系ソフトの原型となったのみならずグラフィックソフト以外でもマッキントッシュや Windows の多くのアプリケーションのお手本となった。マクペイントは後に クラリス社に開発と販売が哀憾されたが、2005年現在、販売はされていない。2010年7月に、クイックドローと共に、コンピュータ博物館へ、ソースコードが寄贈された。ドナルド・クヌースはこのソフトウェアを、プログラムの歴史上、最も素晴らしい作品と表し、そのソースコードの閲覧を求めた。右与曲折を経て、コンピューターヒストリーミュージアムに寄贈された。 アトキンソンが制作したマックペイント1.0は大変素晴らしいソフトではあるが、Apple のインターフェースガイドラインを最初に無視したソフトウェアでもある。背景を独自に塗りつぶしたり、移動できない偽のウィンドウを使ったりと、ガイドラインによりソフトウェアの美しさを選んだ設計は、さすがにアトキンソンといったところである。しかしこのソフトがシングルタスクの OS で動作しているうちは良かったが、 やがてマルティファインダーが登場して複数のアプリケーションが同時に動くようになるとさすがにこのわがままな仕様には困ってしまったそこで1988年にデビッド・ラムゼイがアプリーションの非標準的な部分を標準的な形に変更して MacPaint 2.0を制作したこのバージョンは長く Mac ユーザーに愛用され続けた AB フォークロア .org マックペイントエボリューション www. フォークロア .org ドット一1年3月22日閲覧マックペイントクイックドローソースコード CHM2021 年4月1日閲覧レボリューションインザバレーによるとオリジナルマッキントッシュの開発後半にデスクトップパターンの編集が実装された際アトキンソンは ユーザーが醜いデスクトップを作れるようにすべきでない、という理由で反対したという。結局その機能は OS に搭載されたが、マックペイントだけは何があっても美しく保てる、要、グレーパターンとニセウィンドウを独自描画する設計になったらしい。アトキンソンは、マックペイントの美しさに相当こだわっており、開発途上で一時 o CR 機能を実現しながら、 不完全なワープロソフトに見えるかもしれないという理由により、正式版ではそれを取り除いている。ありがとうございます。